あいちゃんくん、ただいま。ちゃんくん。よくお留守番できましたね。さっきちょっと泣いてたけどね。これで、あとはうちにいますから、寝ましょう。はい、いい子だ。おはようございます。ジャン君、ポンちゃん。ちょっと薄曇りの朝ですが、ホットカーペット、猫用ホカペに集まっています。あとは朝日にね。もうちょっと雲が晴れて、ちゃんと日が出るといいね。ジャン君、ポンちゃん、はい、なんか入れ替わり立ち替わり、ここ順番で使っています。さっきポンちゃんはジャン君にどかされちゃいましたね。暑かったのね。そして順番待ちに来たのね、ここね。本当だ、後ろに並んでる。ジャン君、かわいい。そろそろ開けてあげたら。僕今来たばっかりだけど。ジャン君、仲良く2人で乗れるサイズを買った方がいいのだろうか。ただ仕事できなくなっちゃうけどね。もうちょっと向こうに台を置いて、このテーブルを手前に引くかだ。いろいろ考えます。はい、ポンちゃん出してくると早速乗るね。まだホコリかぶってるね。ちょっと拭かなきゃ。今日はですね、最近使っている、エレガットギター、クラシック系の、エレクトリック、なんだそれ。まあ、それを、借りたいという人がいてですね、ボサノバをステージでやりたいと。で、2人で弾くから2台借りしてっていう話で、あそこに下がっていたギターを今、貸し出し用に、ケースに入れてですね、準備しました。ということで、今日本当は、昼からですね、生配信、それから夜は、フォークソング同好会に出かけますので、ちょっとお休みをしていたこのアコギです。懐かしのアコースティックギター。ごめんね、ビビった。弦はまあまあなんとかまだ生きてるね。これを使うことにしました。くす、ほこりが、やばいやばい。掃除しよう。今楽器の受け渡しを、してきました。行ってみたところ、2本ともではなくて、余ってる方でいいということだったので、聞き間違いだったようです。ということで、このエレガットですね、普段弾いてる方の、この、鳴る方ですねが、残りましたので、これで今日は、生配信、そしてなんだっけ、フォークソング同好会に行ってきます。このアコギ手入れだけしました。ちょうどいい機会でしたね。このぐらいの時期に、ちゃんと手入れをせよということで、神のお告げだったんでしょうか、なんてね。ということで、解決。ポンちゃん、めっちゃ
ポンちゃん爪研ぎ。でも爪研いでもダメージはあんまりないね。そう、しっかりしてる、ね、すごいね。でもそのうちきっとずっとやったらボロボロになっちゃうかな、まあね。はい、ギターの首に乗る猫。色もちょうど合ってます。ポンちゃんかわいいね。ポンちゃん、ポンちゃん、あんまり爪が飛ばない方がいいと思うよ。ぴょんくん、ぴょんくんは乗らないの？ぴょんくんは洗濯物をちゃんと避けて歩くんだもんね。リコ、リコさんね、縁を歩く猫。ピョンくん、ポンちゃん、かわいいポンちゃん。